Hayashizaki Jinsuke Shigenobu は今から約400数十年前、足利の末期、山形県村山市の林崎明治に参道、ご神託により、東方の聖味を悟り、林崎武装流、または重心流と称する居合を始めた。第7代、長谷川力之助栄心に至り、その技、聖味を真偽に達し、以来の達人として、古伝の技に独創の技を加え、旧名を武装直伝栄心流と改めた。その後、土佐藩のお家芸と定められ、特に藩外主出をもって伝承されたが、17代大江正道藩士に至って、初めて門外に出て広く普及に尽力した。